ちょっと、モノカさん、あんたマジでお父さんと結婚したの？え？ありえないでしょ。娘の私がこんなに反対してるのに、勝手に婚姻届出すなんてひどいよ。こんな強行手段取るなんて最低だよ。ちょっと待って、ゆずちゃん。勝手にって、私とゆずちゃんのお父さんの入籍はだいぶ前からお話ししてたよね。はぁ？私とゆたかさんで入籍のことをゆずちゃんに伝えていたじゃない。それで3年前にゆずちゃんが、私が20歳になったら入籍していいよって言っていたじゃない。それは確かに言ったけどさ、まさか本当に3年待って入籍すると思わないじゃん。え？そう言っておけばいつか別れると思ったのに、なのに3年しっかり付き合い続けるし、入籍までしちゃうし、こんなのってありえないよ。ちょっと待ってよ、ゆずちゃん。私たちの結婚反対していたの？今までそんなこと一言も言ったことないじゃない。言わなくても察してよ。父親がいい歳して再婚とか子供なら普通は反対するでしょ？日本人なら建前ってものがあるでしょうが。え？私の家族はお父さんと病気で亡くなったお母さんだけ。よその女が戸籍に入ってくるとか絶対に嫌。私たち家族の中に土足で踏み入ってこないだよ。ゆずちゃん。お父さんもお父さんだよ。亡くなってもお父さんの妻はお母さんだけのはずなのに。こんないい歳って再婚なんて。今までゆずちゃんの本音に気づけなくてごめんね。でも私、ちゃんとゆずちゃんの気持ちは尊重したいと思っているから。はぁ？前のお母さんのことは忘れろ、なんて言うつもりはないわ。私のことをお母さんって呼んで、なんてことも言わない。私たちが結婚したからといって、前のお母さんの思い出をなくそうなんてことはしないからね。綺麗事言わないでよ。言っておくけど、私は一生ほのかさんとの結婚に反対だからね。子供が成人したからって好き勝手できると思わないでよ。そんなこと思ってないのに。でもそんなに反対しちゃうのも無理ないかもね。実は私たち挙式も考えていたんだけど、ゆずちゃんへの招待は見送るね。え、挙式？ほのかさんとお父さん挙式するの？そうよ。でも、私と豊さんだけの小さな式だけどね。本当なら、ゆずちゃんにも来てもらって、三人で写真とか撮りたかったんだけど、無理そうだよね。挙式は私たち二人っきりであげることにするわ。ちょっと待ちなさいよ。挙式をするなら話は別よ。言ってあげるわ。来てくれるの？私たちの結婚式、お祝いしてくれるの？勘違いしないでよね。挙式ってことはお父さん、タキシードとか着るんでしょ？それはもちろん。結婚は反対だけど、お父さんのことはずっと好きだもん。大切なお父さんを挙式するなら娘として出ないといけないでしょ？ゆずちゃん、どんな理由でも来てくれるなんて嬉しいわ。ありがとうね。それじゃあ後で、式場の情報とか送ってよね。いい？すぐに送るのよ。もちろんすぐに送るわ。それじゃあ結婚式、よろしくね。ちょっと、あんたたちいつになったら式場に来るのよ。私もうとっくに着いてるんだけど。え？あんたたちにこの式場を見せたくて、今か今かと待ってるの。朝一で準備したんだから、早く来てよね。朝一？ゆずちゃん式場にいるの？そうだよ。あんたのために式場を真っ赤に染め上げてやったの。早くその目で確認しに来なさいよ。え？真っ赤に染め上げた？あんたの結婚式はトマト缶まみれの会場になったからね。私無断で結婚したからこうなるのよ。ざまみろ。え？待って、トマト缶って何？結婚式を祝してスペイン産の高級トマト缶にしてやったわよ。そういうこと聞いてるんじゃないわよ。トマト缶まみれって嘘でしょ？私たちの式場にわざとぶちまけたってことなの？そうよ。大盤振る舞いで10回もぶちまけてやったもんね。今すぐにスペインの人に謝ってきなさい。トマト祭りで貼り付けの刑に処されるわよ。処されるかよ、バーカ。むしろ処されるのはあんたの方よ。勝手に結婚した方が悪いんだから。だから勝手に入籍したわけじゃないのに。どうしても結婚式を挙げたいなら、お好きにどうぞ。あんたなんてトマト缶まみれがお似合いよ。真っ赤なドレスに血みどろの式場で、写真でも撮れば？こんなのって、ありえない。無断でお父さんと結婚するからこうなるんだよ。トマト缶まみれの結婚式場でどうぞ挙式を楽しんでね。
私たち離婚したんだけど。ね。なのにこんなことって、パデの式場への迷惑でしかないじゃないの。もうどうしたらいいものか。は？ちょっと待って、離婚って。え？私とゆとかさん、つまりあなたのお父さんとは別れたの。一ヶ月前に入籍して、その後すぐに離婚したのよ。え？お父さんから聞いてないの？エルちゃんへの報告は彼にお願いしたんだけど。聞いてないよ、そんなことは一言も。まだ離婚のショックで伝え忘れているのかしら。喧嘩の勢いで離婚したから冷静になった彼からの復縁連絡はすごいのよ。なんで離婚したのよ。ずっと付き合い続けて入籍のために3年も待てたぐらいじゃん。なのになんでそんな浅い離婚いちゃってるのよ。100年の愛も冷める時が来ちゃったのよね。は？ゆるちゃんが実は私たちの結婚に反対だったってこと。あの後すぐに彼にも報告したのよ。そしたらあの人なんて言ったと思う？なら娘も賛成してくれそうなもっと美人と結婚すべきだったかなって笑いながら言ったのよ。お父さん、それは冗談でも言っちゃダメだやつ。ゆとこさんも冗談だからって言っていたわ。でもこれでプツンって何か切れちゃったのよね。ひるちゃんには嫌われているし、ゆとこさんの冗談には愛想も尽きたし、で、離婚決めたってわけ？どういうこと？その後の彼ったら謝るどころか私に怒ってきたのよ。そもそもゆずちゃんに反対されるようなお前が悪い。愛想のいい女だったらこんなことにならなかったって。売り言葉に買い言葉なんでしょうけど、言った言葉はもう元には戻らないわよね。勢いで離婚したけど正々としているわ。お父さん一体何やっているのよ。この娘にしてこの親ありね。式場をぶち壊した娘も、笑えない冗談を言った父親も、私にはもう必要ないわ。ああ、そうだ、私結婚式場にトマト缶ぶちまけたんだった。離婚してすぐに式場キャンセルの連絡を入れたわ。だからゆずちゃんがぶち壊した式場は使わないのは確かね。じゃあ、私は一体誰の会場をぶち壊したのよ。どうしよう。さすがに無関係の人の式場をぶち壊したのはダメすぎるでしょ。仮に私たちの式でもダメだけどね。あー、ゆたかさんから連絡が来たわ。式場にすぐに問い合わせてみたんですって。え、本当に？キャンセル待ちもいない日だったらしくて、今日はそのままブライダルフェアに変更したみたい。会場セッティングとかは発注済みのものもあるって言ってたものね。無駄なく利用してくれたみたいでよかったわ。まあ、それもトマト缶のせいで台無しだけど。ちょっと待って。ってことは、今回はたまたま誰も被害なし？私、無関係な人の結婚式をぶち壊したわけじゃないんだね。いや、何政府みたいなこと言ってるのよ。どう転んでもゆずちゃんのしたことはアウトだからね。え？今日のブライダルフェアには、どうやら式場解除のご令嬢が見学に来る予定だったみたい。リップの客にトマト缶まみれの式場を見られてどうしてくれるんだって式場スタッフさん、ぶち切れていたみたいよ。ええー、平謝りしたけど、到底許してくれなさそうだったって言ってたわ。ああ、許してくれないってことはどうなるのかしら。私本当にトマト祭りの貼り付けの件に処されるの。それに加えて損害賠償請求でしょうね。そう、損害賠償。式場の復元費用を請求するって言ってるみたいよ。トマト缶は匂いも染みついて取れないでしょうしね。もし会場を建て直しってなったら数千万は軽いでしょうね。はあ、会場の建て直し。張り紙交換だけで済むならまだマシでしょうけど、頭に匂いや色が染みついてしまったらそれごと交換じゃない？スペインの高級トマト缶がどれだけの品か試されるわね。ああ、香り高き高級スペインさん。私は離婚しても無関係だからね。しでかした張本人のゆずちゃんと大好きなお父さんとで何とかしてね。ちょっと、自分だけ逃げるなんてずるいわよ。は？ずるいも何も、家族でもないし無関係なんですけど。なら家族になればいいんでしょ。は？認めてあげるから、あんたたちまた結婚しなさい。そしたら家族、あんたも損害賠償請求された時は手伝いなさいよね。は？お父さんとの結婚を認めてあげるんだから嬉しいでしょ。家族になったら私の損害賠償請求を助けて
からね、お母さん。いや、お母さんじゃないし。え？だから別れたって言ったでしょ？都合のいい時だけお母さん呼びしてるんじゃないわよ。え、私の結婚認めるって言ってるんだよ。娘の私が二人の結婚に大賛成なんだよ。それなのに結婚してくれないの？俺がするもんですか。あんまりバカなこと言ってると、鼻からトマトかを流し込むわよ。最後はプチトマトで栓するわよ。そうだね、見て。なら私にはもうこれ以上関わらないでちょうだい。最終的にはゆずちゃんの希望通り、私たちの結婚回避できたんだからよかったじゃない。でも、損害賠償が数千万。あなたの大好きなお母さんが残した遺産があるじゃない。ゆたかさんが言っていたわよ。娘が結婚した時に渡すようにって前の奥さんから託された貯金があるって。まさかこんな使われ方をするなんて思っていないでしょうね。きっと天国で泣いているわよ。お母さん、ここの娘でごめんなさい。それじゃあ元気でね。その後すぐに式場から正式な損害賠償金額を請求され、その金額はなんと3000万。亡くなったお母さんがゆずちゃんへと残した貯金は、きれいさっぱりすべてこの支払いに消えてしまったと聞いています。